です。2019年秋デビューへということで、京成電鉄の新型車両の3100型電車が、導入が発表されたということで、とりあえず2019年秋、今年の秋ですね。走り合わせ2本を新造ということですね。うん。スカイアクセス走るらしいんですけど、同路線の案内色であるオレンジ色の外観の帯を初めて、帯に初めて採用って書いてあるんですけど、知らなかったですね。スカイアクセス線のイメージカラーが、オレンジだったんですね。うん。で、なんかこう、ね、どこの地下鉄車両だよみたいな顔してるのと、まあ、オレンジなんで中央線かよみたいな感じで、まあ、あんまこれ見てさ、パッと見、京成だねっていう感じはしないよね。なんか、顔見たとき、なんかあのさ、あれっぽかったなと思った。中本走ってるやつの新型車両みたいな。あれ、ブサイクだよね。あの中本走ってるやつの新型車両ね。群を抜いてブサイクな新車だと思うんですけど、これも結構あんま素敵やとは思わないですけど、まあね、どうなんでしょうね。うん、なんかちょっとオレンジ、わかんないですね。まあ CG なんでね。まあただちょっと京成っていう、感じではないかなぁと。まあ、色のせいだと思うんですけどね。オレンジなんで。ってのもあるんですけど。まあ、そんなのはどうでもいいですよ。まあね。大したことないですから。今回ね、すげえと思ったのが、スーツ置き場があるんですよね、これね。スーツ置き場。これ、画期的ですね。この、でね、これ、なんかすげえ座席底変じゃねえと思ったんですけど、折りたたみ椅子らしい。折りたたみ椅子らしくて、これが初めて見たね、この折りたたみ椅子のスーツケース置き場ね。これいいっすね。うん。これいいんじゃないですかね。スカイアクセス線の羽田も行くんでしょうからね。羽田、成田でしょう。これは画期的ですよね。わかんないけど、あれですね。改修で今後、好評であればね、その、京成線とか、京成線じゃねえよ。京急とかね、都営地下鉄とかにも入るかもしれないですね。まあ入りか。うん、でも、その、何なんですかね、この、もともとだってスカイアクセスの電車新しいじゃないですか。3100でした。あ、3000系でしたっけ。新しいのにさらにこっから突っ込んでいくっていうのはね、そんだけドル箱路線なんですかね。なんかスカイライナー誘導とかありそうなもんですけど、別に形勢的にはもう全然この、なんつうの普通列車なのかなスカイ、違う。普通列車扱いしちゃった。なんだっけスカイアクセス線のさ、何列車って。名前が出てこない。普通列車。違う。アクセス特急か。アクセス特急だって。そんなのに乗ってくれれば乗んなくていいっすよ、みたいな。私、京成スカイライナー乗ったことあるんですよ。タイに行った時に一回。ね。あんまり上野から乗ったんですけど、上野からあんま乗ってこなくて、なんか、日暮里から外人が乗ってきたみたいな感じでした。あれだな、あれも乗ったことあるな、なんだっけ。成田の、なんだっけ。エアポート快速じゃなくて、JR の特急も乗ったことありますけどね、なんかすごいこう、お見合い席っていうか、ね、すげえこう向かい合って座る席ですごい嫌だったイメージがありますけどね。何でしたっけあれ。成田。全然ドアスにしちゃった。あれあれ。うん。ね、なんか乗ろうと思ったけど乗れなくて、チケット買えなかった東京から乗った時。ような記憶もあるんですけどね。それはあれかな。木田くんと行った時だから相当昔かな。なんだっけ。クワって言った。お腹が。ね。あとはなんだろう。大体行くときはね、特急で行くんですよね。帰りは、京成で、帰りは京成で、京成で帰ってきて、なんかこう、ね、勝田台とかから東西線で帰ってきたりするんですけど。行きは大体特急で行きますけどね。2400円ぐらいですよね、スカイライナーだとね。なんだっけ、あれ、名前が出てこないな、あれ。あの特急、なんて言うんだっけ、成田の。全然名前出てこない。まあいいや。はい。